はい、ファミピー通信の時間です。こんにちは。今回は、はい、読者の皆様から寄せられたお便りを読んでいきたいと思います。早速いきます。はい、東京都30歳男性、はい、ありがとうございます。メタルギアシリーズが特集されたのが良かったです。はい、あたかも新作がプレイステーションで発売されるかのようですが、てん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 みたいなとのことです。なるほど。はい、まあ、この号の時点では、はい、7月号、はい、まだハードはね明かされてませんでした。残念ながら明かされてなかった。まあ、このあといろいろ情報も出ました。はい、メタルギア最新作が、まあ、とりあえず PSP と、PS3 で出ると一挙に出ますな。はい、これはあれですね、やっぱ PS ファンにとってはもう嬉しいニュースですね。大変な朗報だった。はい、世間的な反響も大きかったですね、いろいろ。この時点ですごい、この作ってる時にこう世間が驚くだろうなって思いつつ作ってたのでちょっとワクワクして、はい、そういう醍醐味ありますわな、雑誌作りにおいては。はい、うん、まあ、今回はね、まあ、それも含めまして、メタルギアの過去作品とかもね扱ったりして、特集みたいな感じで、ね、はい、やってみましたという感じで。はい、次のハガキ、はい、いきます。京都府、37歳男性です。はい、ありがとうございます。特集の勇者30読み、内容が面白かったので買おうかと迷うくらい良、かったです。うん、あとエンドオブエタニティの戦闘システムは最高でした。銃撃バトルが大好きなので。なるほど。はい、まあ、勇者30もね、まあ、ちょっと、はい、なかなかこう目立たないタイトルかなみたいなところもあってたんですが、まあ、思い切ってちょっとね、大きく扱ってみたというところでちょっとこうした反応があると。特殊の、はい、結構面白いってあれですね微妙に失礼なから失礼か、表紙にこんな失礼なことしていいのかなと思うんですけど、まあまあゲームの性質上ほら、これもうやんなきゃ死ぬぞみたいなタイプのゲームでもないじゃないですかちょっと緩い感じの緩い感じですからそういった部分もね、ちょっとこういうところで伝えられればいいかなみたいな感じで、こう反応してくれてるのが嬉しいですね, ね、結構面白いです結構面白いんで、本当にやってみてね、いいと思います。エンド・オブ・エタニティもそうね、ようやくこう戦闘システムが徐々に明らかになってきたみたいなところで興奮してる人も多いんじゃないかと。これ僕取材で、世界行って見てきたんですけど、結構面白いですこっちも結構面白い結構面白いです。まだエンドはね、まだあれね、全貌がまだ明かされてないから、ね、そうですね、まだまだこれからいろんな情報が出てくるんじゃないかと、はいはい、思っております、ね、はい、はい、というわけで今回2つを紹介しました。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。さよならー。